神戸市立中央図書館、神戸市立中央図書館、神戸市立中央図書館、神戸中央ミューニセプルライブラリーは、日本の兵庫県神戸市が設置している、神戸市立図書館の本館である。所在地が、神戸市中央区と兵庫区の中間にあたる大倉山で、あることから、大倉山図書館の通称で呼ばれる場合もある。1921年、大正10年に、 神戸市役所から現在地に移転開館して以来の長い歴史を誇る。100万冊クラスの蔵書数は、政令指定都市の単館としては屈指の規模であり、明石市の兵庫県立図書館、約60万冊をも大きく上回る。2016年度実績の来館者数は70万5476人と、市内11館、中央館1、地域拠点館10の中でトップだが、 貸し出し冊数は815,825冊と、東灘図書館及び、西図書館に次ぐ、第3位となっている。現在の本館1号館は1980年、昭和55年に竣工した。1966年、昭和41年竣工の旧本館は1995年、平成7年の阪神、淡路大震災で、大きな被害を受けて、 使用不能になったことから取り壊れ、跡地には1997年、平成9年春工の2号館が立地している。市内を巡回する自動車文庫は、中央図書館の直属となっているが、中央区と兵庫区にサービスポイントはなく北区、垂水区、西区を巡回している。神戸市に図書館を設置する動きは1911年、明治44年3月2日に、 神戸市会で図書館設置議案が可決されたことに遡る。市会での議案可決を受け、図書館令に基づく神戸市立図書館が4月18日に、愛尾町の神戸市役所内で開設された。その後、機能充実を図る観点から図書館専用の建物を設置することになり1921年、大正10年に市役所から独立し、大倉山の現在地に、 新しい私立図書館の本館が開館する。図書館例では、各道府県を単位として、拠点館一館を指定する、中央図書館制度があり、大半の道府県では、道府県立図書館が指定されていたが、兵庫県は、県立図書館の開館が、全国最後発、974年開館だった、事情のため、神奈川県の横浜市立図書館や広島県の広島市立、 朝の図書館、広島市立中央図書館の前身と並んで、県立図書館ではなく県庁所在地の市立図書館として本が指定されていた。1939年、昭和14年10月には、吹き合区、現在の中央区東部上津津井に植え、津津井文館が設置されたが、1945年、昭和20年6月の神戸大空襲で消失してしまう。本館は、 空襲被害を免れ、終戦後には民間情報教育局の命で本館内に林館 CIE 図書館が設置されたが、1952年昭和27年のサンフランシスコ講和条約発行を受けて廃止された。1950年昭和25年に神戸市図書館条例が交付された後、1951年昭和26年に 旧図書館例が廃止され新たに図書館法が施行されたため、それまで有料だった閲覧と貸し出しを無料化す。1950年代以降は、市内への文館、文室設置を進め、長田文館、新長田図書館の前身、三宮文室、三宮図書館の前身、王子文館、長田図書館の前身、精神文室、西図書館の前身が開館する。これらの文館、 文室は1972年、昭和47年の組織再編で、各行政区の拠点館という位置づけへ改められ、同時に本館を神戸市立中央図書館へ改称した。同年10月からは自動車文庫サービスを開始している。1980年、新本館、現在の一号館が春光、春工開館。1995年、 平成7年1月17日の阪神、淡路大震災では1966年、昭和41年から使用されていた旧本館が使用不能になり、取り壊しを経て1997年、平成9年に2号館が開館した。2017年、平成29年現在、各行政区の拠点館では指定管理者制度が導入されているが、 中央図書館に関しては、神戸市教育委員会の直営体制となっている。中央図書館の主要コレクションには、以下のものが存在する。1989年、平成元年の市政100周年を記念し、日本国政府のふるさと創生事業により交付された1億円と、市が計上した同額の合計2億円を原資に、翌1990年、 平成2年4月に1号館2階で開設された、神戸市の郷土資料や神戸市を舞台とする文芸作品に特化した約2万点の資料を館内閲覧に供している。1号館2階。1995年、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災関連資料を約3000点にわたって収集。 元新日本汽船、商船、三井の源流の一社代表取締役社長、松本一郎から1976年、昭和51年、1988年、昭和63年に寄贈された、港湾、海運、貿易関連資料約1万6000点。地下1階の書庫に収蔵されている。神戸市出身の中国文学研究者、 吉川康二郎から1983年、昭和58年に寄贈された古典、漢本のコレクション約2万4千点。書庫に収蔵されている。二号館四階。韓国、チェジュ島出身で、朝鮮史研究者の半関紀朝日から寄贈を受けた、朝鮮半島に関する文献約3万点を所蔵。専用ウェブサイトが開設されている。2010年。 平成22年に106歳で逝去した東灘区在住の元高校教諭、沖市をひから神戸市へ行われた寄附を原始に各拠点図書館ごとのテーマを設定して収集した資料群。中央館では特定のテーマを定めず各館のバックアップとして全テーマの専門的な図書が置かれている。音楽評論家。 レコード収集家の藤田光彦から1983年、昭和58年に寄贈された SP レコード約4500枚。原版は書庫に保管し、カセットテープに録音したものを貸し出している。1号館2階。2014年、平成26年4月20日開設。神戸市出身で産経スポーツ編集局長を務めた香川博史から寄贈された。 サッカー関連書籍、雑誌など、約5000点。専用ウェブサイトが開設されている。神戸市営地下鉄、精神、山手仙台倉山駅下車、北へ、徒歩3分。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。